ダイワフラッグシップスピニングイグジスト、ライト、タフ、軽さの革命、強さの革新、 LT コンセプト、究極のライト&タフへ、イグジスト。こんにちは。ライワスタッフの秋丸美穂です。フィールドテスターの郷原美希です。今日は、はい、地元、はい、ここどこかな、呼子駅か、はい、今日は佐賀から出線して、1時間ぐらいかけてポイントに走って、うんうん、はい、で時刻はもう6時を過ぎてます、ね、まだちょっと明るいもんね、まだ明るい、九州は。そう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 、ここからどんどん日が暮れて、私たちが食べるの大好きなイカメタル、はい、行きたいと思います。この時期の風物詩、うんうんうん、ね、呼子のイカは全国的にも有名でしょ。そうブランドイカを ね今から釣って、うん、初めて今シーズン、今シーズンまだね2回目、1回目ちょっとだけしかやってないの、そうそうそう、どんな感じ、なんか結構ムラがあるみたいだから、ちょっとね、だ数は出なくても大きいのがいたらいいなと思って。確かに、まだ私も今年はやってないけど。あ、本当に、うん、じゃあちょっと今年の初イカを。初イカ、はい、狙ってみたいと思います。はい。はい、ポイントに到着しました。ちょっと薄暗くなってきた ね。これからね、真っ暗になって、天気がついてからが、まあ、一応、まあ、本番スタートなんですけど、まあ、この時間帯も ね今ね、レイメタルって言って昼間も結構するしね。そしてちょっと私たち仕掛け2人とも描いてみました。ミッキーがもう思いっきり賭けで、ね、そう、今日ちょっとスピニングからやろうかなと思っておけ、うん、あの賭けでまずは狙いたくて、バンバンもう1本ここのね、そう一本張りじゃないけど一本でかけてちょっとやってみようかなと思って、私はちょっとなんかおまけも欲しいので、うんうん、オバマリグを使ったこの2本の、吸ってを使った仕掛けでいきます。上が浮き吸ってですね、で 下が、メタル吸ってになってます。なんかこうやってみて、なんか最初ほらまだ、暗くなるまで結構ボトムに張り付いてるけど、そう、スピニングでもね、分かりやすいんやけど、面白いもんね。ちょっと棚が分かりにくくなったら私もこっちで、ベッドでやろうかなと思う。ちょっとそれまでに棚探しときます、お願いします。はい、やってみます。はい、やってみます。もう日が真っ暗になるのって8時過ぎてからね、多分ね。本当は九州に住んでたら結構それが普通だけど、関東にいたらやっぱもう7時ぐらいには暗いから、そう、花火大会が始まる時間違うもんね。あ、そうなんだね。そう、関東の方は7時半からやけど、うち8時から。九州遅い。8時からが普通やけん、向こうなんか7時半とか日が確か。あ、ね、あなんか、あ、お、え、もうたった？なんか感度がいいけん、やっぱ30ぐらいでも。え、今ホールなんか触った。すごい。本当にでも専用ダークルがこうやって出てから、誘いやすいし、イカメタルの楽しさが全然変わった、前より。でもやっぱりなんかこう、タイラバロットとか他の竿で代用しようと思っても、やっぱちゃんとしたものを使ったら全然違うね。違うよね。当てられたり、誘いがスムーズだったり。めっちゃ楽しそう。すごい。めっちゃ当たり分かった。めっちゃ当たり分かったね。ピシャって合わせた。いや、それ絶対楽しい。ね、私もそれも使いたい。今結構ちょんちょんちょんの後にふわって大きく誘ったら、こう、その先震えるような当たりが。うわ、楽しそう。めっちゃ楽しい。見よって楽しい、今。本当、今のはすごい分かる。多分誰が使っても分かる、これ。目が。ただね、それが本当に感度が。ねえ。気持ちいいよね。すごい。
アリアン掛け楽しそう。掛けアリアンやばい、交換してほしい。もう、あ、私も乗った。うわ、気持ちいい。やっぱこの、やばいやばい、この曲がり方もいいね。なんかミスさんが入れたら大物とファイトしようみたいな。めっちゃ楽しい。やっぱこの曲がりもやばい。あ、降りてきた。うわ、来た来た来た。どうしよう、一緒に行った方がいいかな。すっごい楽しいんだけど。出たー。わ、結構いい。でかいでかいでかい。ねえ、すごいね。ダブル。1投目から。やばい、楽しい。綺麗。しかも、ママいいし。ね、すごい。楽しいね。すごい、でっか。すごい、この時間からこれはちょっと。やばいね、やばいね。九州はこれをヤリイカって言うんだよね、うちらね。行ったり検索とか行ったりね、なんかそう、呼び名が聞こえるけど。ね。そう、これがもうめっちゃ美味しい。そう、人気の。あったね、いきなり。もうミッピーがめっちゃ美味しそうな目で見てる。いや、そうなんや。ここは水深55m で、潮がね、ちょっと船長曰く行ってる方みたいですね、これで。で、また今から潮がぶっ飛びそうだったら、こう、すごい、すごい当たる。また重り、重りというか、吸っての重さ変えていくんですけど、今 75g で、とりあえずやってます。基本今、日が暗くなって電気炊くまでは、イカってもうベタ底にいるので、とにかくベタ底まで吸って落としてあげて、で落ちたらすぐに、まあ、2、3回ぐらいしゃくって待つ。でしばらく待ってると結構ふわふわってあたりが、ちょっとした違和感でも感じ取ったら何でもいいけどすぐ合わせてください。で、まあ、離しすぎないように。でまた当たらんかったら落として、今のしゃくりで当たらんかったら食い方を変えて、さっきは使ってるとこう小刻みした後に大きくふわっとこう注い入れて待ってると当たりましたね。あ、なんかね、ブルブルそうね。設定してすぐ。さっきじゃなくて。なんか当たったな。なんかイカか、イカイカイカ。でもね、あんまでかくない。ちっちゃいけん当たりが多分あってもなかなか乗らずに。もう食って誘ってたらなんかふわふわってやっぱ竿先が動いて、それで3回ぐらいやっと合わせたんですけど全然合わなかったんで、もう1回やってみたらやっと乗りましたね。あと細かい誘いですね。ちょちょちょってこう待ちながら、ほんと、はい、かわいい。なかなか乗らんかったけどちゃんと分かりました。こっち一本ゲソリレスト、やっぱね、ちょっとゲソリレストの別の個体やね。別のやつも乗ってたんですね。ここ一本あるんですけど、モテモテやん、ミッピー。ねえ、私が使っているこのタックルですね。竿がエアの AGS タイプ K60LS イカメタルです。これの面白いところは掛けの竿なんで、竿先がやっぱり当たったらすごい震えたりとか、ピッと入ったりとか、逆に跳ね上げたりとか、すっごい分かりやすいんで、もうその瞬間もバシッと溶ける。 AGS ガード使ってるのですっごい軽いんですよ。で今日使ってるこのリール、これもエメラルダス MX の 2508PE ですね。で、すごい軽量化されたボディなのですごい軽くて、この軽い竿と軽いリールすごい相性が良くてすごい使いやすいです。結構やっぱこう瞬発的に誘ってかける釣りなんで、やっぱこんぐらいこうストレスなく瞬時に合わせられるし、目で見てもねすごい分かりやすいんで、夕間詰めの時間から役に立ってくれると思います。なんか入ってます。イカメタル用のロッドは比較的かかってからは
しなやかに曲がるんですけど、やっぱかかるまでは割と先調子というか、ああいう先が入ってる状態なので、あれで当たりがクッと入ると合わせが効くようになってますね。この状態で待ってて入るかなっていうのがすごい楽しいんですけど、あとやっぱここしっかり穂持ちがしっかりしているので、中でこうエギが安定して、吸ってが安定してですね、いてくれるっていうのが大きいですね。こう波の、今日も結構こういううねりがあるんですけど、こういううねりを竿が吸収してくれて、やっぱステイの状態でイカが乗ってくることが多いので、この状態で竿が波の大きい揺れをクッションで吸収してくれて、吸ってを安定させて、そこにイカが乗ってくるっていうのが多いですね。いっぱいこう誘いをこう入れて止めて、ここで食ってくる場合が多いので、私は割とこう止めた時間を長く取るようにしてます。カウンターリールなんですけど、まあ、もちろん水深がこう今 30m とか出るのもそうなんですけど、これですね、こう巻いてて巻きスピードが出るんですね。今2、3、早くすると5、8とか、自分の、下から巻き上げる釣りとかだと、どれぐらいの速さ、巻きスピードの速さで当たったかなっていうのがこう覚えられて、で私はタックルがしっかりしてくれてると助かります。あ、なんか明かりがついたらまたね、雰囲気が変わるね。ミピ、九州とさ、あっちの福井とかのイカメタルって結構違う？水深浅いんかね、あっちは。あんまりなんか、ここが違うとか思ったことない。でもなんかすごいめっちゃ釣れるイメージ。めっちゃ釣れるね。なんか村はやっぱり同じくあるけど、やっぱあるんだ。同じぐらい。だから向こう釣り人がすごい暑い気がする。こう、あ、やっぱそう、なんかやっぱ ね、パーティーが開かれるぐらい。なんかうちら結構いろんな釣りして、なんかちょっとイカの癒しみたいな。あ、そう、うん、向こうは結構イカ本気みたいな感じかも。そうか、すごいね。じゃあなんかのんびりやってたらちょっとあれだね。そんな感じは。え、あ、早っ。圧倒せよ、軽々と操れ。ネクストストロング、セルテート。ちょっとあれだね、そんな感じは。え、あ、早っ。多分今の、もう落とした時に乗っとったね。多分触っとったね。うん、触っとった。当たりがめっちゃわかる、それね。え、あ、私もラッキーか。私もだ、やった。来た、ダボー、イエーイ、すごい。ドンドラ一発やん。ほう、でもさ、2杯乗る可能性があるけんさ。そうなんよ、ね、この重みはどっち。いや、めっちゃ重い。あ、そっか、もう何杯だか。あ、やばい、ラケンやん。あ、ごめん。あれ、これどうなったとかね、これ。あ、両方に食ってんだ。あ、そういうことか。すごい、私のイカがミッピーにも。でかっ。わっ、え、とかでかくない人。でかいね。え、バリでかい。何これ。やーなー。あー、すごい。ちょっと忙しい。えーめっちゃ元気。すごいね。これ中に入る、めっちゃ。これイカ？あ、イカじゃない？これイカな？でかいじゃないこれ。これ塩がさ、今日大きいから。しなりがやばい。やばい。ちょっとこんな。やっぱりあれやね、大物ハンターやん。やばい、手首また。あ、でもなんか収まった。すごい。なんか違う。これね、ツーピースのロッドでこんなに違和感なくしっかり曲がってくれるのすごいですよね。いいね、この気持ちいいね、曲がった時に。もう本当お好みでいろんな楽しみ方ができますね。もうでかい。でかい、やばい。めっちゃパラパラ。わわ、でかい。パラソルだね。これはでかい。でかい。結構もう
ボトム付近でふわふわ誘い下げと誘い上げをしてたんですけど、これは曲がる。まあでも本当このクラスがあの水深で潮がすっごい速い状態で乗ってきてもやっぱ竿がしなやかに曲がってくれるんで無事に上がってきました。いるのはいるんですよ ね、 お昼間もボトムで今日はバックルシアン。いる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 、ナイス。うわもう今日いい、めっちゃいい、いいね、ちょっとシャワーがすごいね。なんか夏が来たって感じ。これ釣るとなんかね、ほら昼間の釣りってやっぱこの時期暑くて、やっぱ女性の方は結構日焼けとかも気にすると思うんですけど、このイカ釣りって日焼けもしないしのんびりできて、で場合によって私あのスイカとか持ち込んだり、あと何やろ、釣ったイカをその場でさばいて食べるためになんか白飯だけ持ってきてイカ丼にしたりとか、なんかすごいこう真夏の夜の大人の遊びみたいな感じですごい楽しめるんで、すごい好きなんですよね。本当に贅沢な夜遊びですよ。優しいゆるリアクションでずっと誘ってたんですけど、その前から2回ぐらい当たってたんですよ。でもちょっと乗り損ねたんでチャチャチャっていうしゃくりで乗った。はい、イエーイ、よいしょよいしょ。もう今ボタンを押すみたいにコンと押してくれました。いた、うわー、おとなしく、よいしょ。怒ってますねすごいイカサマトレー大活躍。イカトレーって初めて使う、ね、便利やねこれ。超いい、冷える。でかい、でかい、やばい。これはもう縦一人で優勝やん。すごい、まだピチピチだからくっつく ね、 ね、これすごい綺麗に持って帰れるよ。綺麗、綺麗、すごい、もう納品だよ、納品、納品、はい、うわーいい、バッチリ綺麗。これ下がこうなってて何も入ってない時はこのまま綺麗に重ねていいんだけど、うんうん、魚が入ったらこうすると下に当たらない。え、めっちゃいい。イカ以外にもいいよね。いいね、いいね。あ、もう超冷たい。あ、冷たい本当やん。わー、いい、やっぱさっぷり釣れるね。これちょっとトレー足りない予感がしますね。するね今、とある情報によるとなんとイカが30m浮いて釣れてるそうなんで、まあスピニングリールでもできないことはないんですけど、結構ラインの色を見ながらやるのって正確でもないのもあるし結構大変なんで、でもここは手っ取り早く、はい、ベイトリール私も使います。でちょっと棚を少しずつ探りながら、当たった情報を、当たった棚の情報をミキさんと共有して、でまたちょっと超過伸ばしていきますね。75g ですごく釣りはできてるんですけど、状況いいので軽くしないで逆にちょっと94の大盛りを試したいと思います。今持ち上げましたね、その先ふんわり系、あー気持ちいい。いろんな当たりが出るからちょっともや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 してたので
シェイクしてシェイクして、じらしてじらして、そして向こうが我慢できなくて、ちょっと硬いかな、わー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 わわ、よいしょ、バッチリ。いやー楽しい。おー来た、来た、やっぱ違う、さっきの竹の層と全然違う、本当の乗せって感じ。でもちゃんと乗せの層でも当たり分かりましたね、さすが専用ロット。さあどっちでしょう、あ、にゃん、かわいい、イカ、かわいい。でもこんなちっちゃいのでもちゃんと当たり、当たり出るけんね。止まりましたね、中層で落としてる時に食ってくれました、バッチリこれスピニングで思いっきりキャストしても、あの斜めに落とせるんですけど、今ベイトでもちょっとね角度つけて投げてみたらポールで食ってきてくれました、バッチリですね。よし、あ、イカでした、やった今のは何回も何回も、うわー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 、ちょっと今入れ直しの時にもうせっかくだからちょっと誘い下げしてみようかなと思って、結構浅い球、10メートルから誘い下げですね、ホールの少し誘いながら下げて、誘いながらフリーフォールっていうしてとこで止めたら、あのなんか魚みたいなガツガツって当たりだったんで、合わせて乗らなくて、合わせて乗らなくて、誘って誘ってイカパンチもありながら最後はグイッと持ってってくれました。打ってる棚一緒だったんで、なんで自分だけ当たりないんやろうなと思ってたんですよ。やったー、大雨のイカメダル。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ベッドに戻ってきましたけれども、結構肩大きいのも釣れて、ミキさんめっちゃでかいの連発しちゃったよね。ちょうどいい時に私タイミングよく、いやすごかった、今年ね、はい、あの正直まだあんまり大きいの釣れてなかったんです、そうなんですか、今日が初めてぐらいあんの、え、そうすごいじゃんだからいい時に来てもらってね、ねえねえ、じゃあちょっとなんか私ちょっとレーバーは調子いいかもしれない、あ、いや、よかったよかったよかった、シーズン的にもこれからどんどん、うん、そうですね、ちょっと今年遅れてるところもあるんで、うん、そうなんですね、うん、ひょっとしたらこれからが本番みたいな、だいたい8月、うん、お盆までできればいいかなって感じ、あ、ちょっと短い、はい、やっぱり一番早い時期から始まるところなんで、一番ちょっと終わるのも早い、そうですね、じゃあちょっと真夏の間に皆さんにね、楽しんでいただけたらと思います、ぜひぜひ、もうデイもナイトもということで、そうですね、はい、うん、うち両方やってます、はい、はい、いや楽しいイカメタルでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。それでは本日の塩タックルです。まずはリールがこちらですね、キャタリナのカウンター付きリールとなっております。もうイカメタルは何しろ棚の、見極めが大事ということで、周りの人と何メーターぐらいで当たったよっていうのを、まあ、LINE の、ね、マーカーで見られたら一番いいんですけども、カウンターで覚えておくと、もう手軽にみんなすぐにもう一度あの棚にっていうのを再現できるので、とてもおすすめですね。ベイトリールで、このダブルハンドルっていうのも、手巻きもですね、巻き心地もすごくいいのでおすすめになってます。今回の使用ロットですね、エメラルダスの、エアーシリーズになってます。これイカメタルのエアなんですけど、はい、エアなんでこれ持ち運び楽なんですよね、2ピースロット、そして長さも6号なので、見てもらえばどうでしょうか、
バランスがねすごくねいい仕上がりになってます。オールマイティに使えます。そしてこのヒップを見てください。ヒップのこのですねメタルが入ってるので、まあ、本当に感度ももちろんなんですけど、このオレンジがですね夜のイカメタル釣りにはもうすごく向いてて、メーカー感度出すときにこのオレンジの色が実は私すごい見やすくて大好きなんですよね。そう、まあ、このロッド、そしてリールは皆さん初めてこれからイカメタルする方ももちろんなんですけど、慣れてきた方もねこう気楽に楽しめるあのセットだと思います。ぜひお試しください。本日の私の使用タックルはこちらです。エア AGS タイプ K60LS のイカメタルです。こちらの竿、タイプ K という通り乗せではなくて掛けの竿となっています。竿にはですね AGS ガイドですね、こちらを使用することによってかなり軽量化されたものになってます。そして先端はメタルトップ、折れる心配がほとんどありません。で、竿先が乗せに比べてかなり硬いので、わずかな当たりもこれでパッとバシッとかけれるような、仕組みになっています。リールはエメラルダス MX2508PE です。こちらですね ATD とマグシールド搭載されてますので、潮髪が全く気にならないです。そしてかなり軽量化されて作られてますので、今回のこの AGS の軽い竿とすごく相性が良くて、結構ですねやっぱ掛けの竿なんでいっぱいアクション入れてこっちから攻めていく釣りなんで、かなりアクション入れて誘いを入れるんですけど、その時にもこのバランスがすごく良くてストレスにならない釣りができます。今までのイカメタルは結構乗せが多かったんですけど、こっちから攻めていく新しい釣りができると思うので、こちらもぜひスピニングも1本使ってみてください。ダイワフラッグシップスピニングイグジスト、ライト、タフ、軽さの革命、強さの革新、 LT コンセプト、究極のライト&タフへ、イグジスト。